はい、皆さんどうもこんにちは。ルアーチャンネル、ルアーちゃんです。今回はですね、ちょっとね、シビアな問題。今ね、釣り場で起きていること。まあ、あの、何が起きているかリアルなことをね、ちょっと、えー、やっていきたいと思います。まあ、軽くなんですけどね、あの、ここ2、3年ですかね、あのまあ、例の、あれが流行ったじゃないですか。釣り人口もぐっと増えたんですよね、レジャーをされる方とかも。で、ここ最近、まあ、どんなことが釣り場で起こっているか。 なんですけど、えー、ちょっと見ていきたいと思いますこれねここに書いてみましたはい、釣り場でまず起きていることですね1つ目パーキング問題ですよこのパーキング問題なんですけどあのちゃんとね車を停めていいところと悪いところがあるんですよねで車を停めていいところで止めて釣りされている方何の問題もないんですよ ちゃんと止めているからね、パーキングに。ただ、一方で、やっぱね、あの、止めてはいけないところ、駐停車禁止のところに止めたりとか、あるいはあの、歩行者が歩くところあるじゃないですか、路側帯ですね、ああいうところに止めたりとか、ちょっとぐらいいいだろうっていう気持ちで止めている方、こういう方がね、非常に増えてきた方が多いです。あとは止めたらダメなところね、あの、漁師さんの駐車場とか。で、一番最近その目につくのが、あの、やっぱりその歩行者の、 通るるところあるじゃないですか歩く道そこにちょっとぐらいいいだろうっていう感じで止められている方そしてそこでまあ釣りをされている方が増えましたこの前もね警察の方が来て取り締まりをしていたぐらいなんですよねまあそのくらい多いんですよ今ちょっとねあの気をつけてもらった方がいいかなと思いますはいあとはねあの漁港内とかでも漁師さんの船の前に止めたりとかね でそのやっぱねほとんどの方はちゃんと守られているんですけれどやっぱりねどの世界にもいるじゃないですかマナーを守れない方ねでそういった方はやっぱりその <laughs> 漁師さんにね怒られてますよやっぱりそりゃそうですよね仕事をやっている船でこう帰ってくるじゃないですかで水揚げとかするじゃないですかそのまんまに車止められてたら 邪魔じゃないですか。普通に考えてね。なので、それは怒られますよ。でも、帰ってきても、どうと、ドキもしないんですよね。はい。なので、えー、まあ、ちょっとそれはダメかなと。まあ、ちょっとっていうか、もう、ダメですよね。それはアウトですよね。完全なる。はい。で、えー、まあ、そういう方が結構増えてきたので、このパーキング問題。これは、ちょっと、あの、気をつけた方がいいかなと思います。立ち入り禁止エリアに入ってしまう方。 っていうの、これも、あの、多いと思います。看板がぶら下がっているんですよね、こうやって。チェーンとかね。例えば、その、前も言ってた通りに、え、イカだのところに看板がぶら下がっているのに、漁師さんのイカだ入ってしまうとかね。あ、まあ、やっぱ言ってても、やっぱ多いですよね。立ち入り禁止に入っていかれちゃう方ね。はい。なので、こういった方って、その、どういった方が多いのかなと思ったら、やはり、その、情報で動かれている方。 はえー、結構多いかもしれないなぜかといえば自分で探されている方ポイントっていうのはどん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 、えー、あここダメなら次行こう次行こうって自分で探せるからそういう能力をつけているとね、あのー、いろんなところにこう行けると思うんだけどこう情報で動くとここの釣り場にじゃあ行きましたじゃあえ立ち入り禁止になったりとかあるいは釣り禁止になってるどうしようって,ってなった場合に何を考えるかって言ったら。 ちょっっっとぐららいいいややろててて言ってやられるる方もいるんですよやっぱりでここダメですよって注意をするとまあ怒られている方も怒ってくる方もいれば普通に聞いている方もいるんですけど、うん、まあちょっとあの多いかなとなのでまああの情報でもしね仮に動くのであれば、えー、地元の釣り具屋さんでここをしていいのかとか聞かれてから行った方がいいかなと思いますあとね ちょっと北中部に行った時にちょっとがっかりしたことがあったんですよそれはこの先陥没のため進入禁止って書いてあるところがあるんですよこれね数年前からあるのかな数年前から多分ねあの緊急って言って看板出されて閉鎖されているところもあるんですよね閉鎖されてまあこあの入れないとかねこれまあ、入っちゃダメですよっていうところもあるんですよ バリケードがされているところとされてないところもあるんですが入っちゃダメですよって看板立っているところもあるんですよ。にもかかわらずそこに入って釣りをされている方がいたもうこれねもうがっかりしましたよ本当に。近年ねこういう看板が立ち始めたんですけどあのねここに入って止めて釣りされている方がいるんですよ。でなんかねあの常連さんとかにいろいろ聞くと教えてもらったんですけど。 まあそこで釣ったね釣り禁止のところで釣ったやつを超過をなんか他の SNS に上げてる方もいるらしくてもう、まあ、どうかなとそれは、はい、あの感じてしまいましたあの陥没のため侵入禁止って書いてあるんですよねだから要は入っていくとそのどこでどんとね落ちるかわからないじゃないですかで 落ちてしまったりとかこれもし仮に問題が起こってしまった場合も一発で釣り禁止になりますからねなのであの自分のあと命にも関わることだと思うので侵入禁止はダメですからねハイシーズンになると1時間に1回とかあのパトカーもねこういうなんて言うんでしょう,こうぐるぐるぐる巡回するんですよでねパトカーも実際に来るんですけどもう見て見るふりですからねこう行って。 進入禁止なんだけどその何て言うんでしょう,もうパトカーもそのあまあ釣りやっとるわ感じでぐるっと帰ってくんですよ注意もせずにねまあ注意したところでもうあいつもやっとるあいつもやっとるあいつもやっとるなんかすっごい車が止まってる時があるみたいでああの僕がこれ行った時もまあまあ止まってたんであのちょっとこれはダメなんじゃないかなと感じましたただねあの下手な正義感で今注意してももう。 何されるかわからないじゃないですかっていうのはその今はもう警察官が女の人におばさんに刺さ,れる刺された事件があったんでしょそれそんな時代ですからねもう警察官でさえ刺される事件があるぐらいですからあのー、ねあ,あのもうう注意する方ももうちょっと危険になってきたのかなという感じはするのでそうだからもう本当に。 なななんだろうもうも一人一人がマナーを守っていいいくしかないのかのと思います、ね、緊急この先陥没のため侵入禁止で書いてあるにもかかわらずそこで釣りをやっている方っていうのはおそらくそこのところがもう釣りを禁止ってねその釣り場がもう釣り禁止守らないから禁止ってここの管理の人が言ったらおそらく他人のせいに次はすると思うんですよだから自分が悪かったのにもかかわらず あ,あいつがあんなことしたから禁止なんだとか他人のせいにすると思うんですよね。いや釣りをしててたたあんんんらはどううななだっていうことなんですよね禁止になったところって自分がやってたことをこう反省せずに他人のせいにしてしまう方っていうのも実際にはいるんですよやっぱり。そうなのでもう一人一人がこれはちゃんと守っていくしかないかなとあいつがやっているから俺もいいんだとかねそんなダメですからね。で ここねあの超有名なポイントなのであの視聴者さんとかもいろいろ LINE とかねあの DM とかでも教えてくれる方がいるんですけど、まあ、僕はもう今ホームじゃないんでね全然違うんであのなかなか北中部の方には来れないんですけど通ってた時もあったのでその時に仲良くなった方とかに教えてもらったりとかするともうね道がすっごい墨だらけになってるんだってだからエギンガーさんとかあとは何でしょうその。 餌でイカ釣りする野猿さんが多いのかな、うん、あとは釣り針のゴミとかねもうすーごい結構落ちてるらしいですよその教えてくれた方々が言うにはその場でイカをさばいて内臓とかを掘ってく方もいるらしいですねイカの目玉がよーきおってたわーとかねあの不法投棄になったりするのでダメですよダメというかもう入っちゃダメですよね侵入禁して看板があるんだからね、うん、だからそこはもう一人一人守っていかないといけないのかなーと感じました あの僕もここの釣り場にねあの行った時に僕はこっち側入れないんであの、まあ、当然ね進入金して書いてあるんで入っちゃいけないんであの三角の分、まあ、かるかわかる方分かると思うんですけどこっち三角の方に僕は先端もう先端の方歩いていくんですよね僕はどちらかといえばでいかもうその何て言うんでしょうその三角テトラの真ん中ら辺で僕はよくやることが多くてこの時も。 あの行ったら、まあ、ぶわーっと結構止まってましたからね、車どうしてもその車から近いからそこでやってしまうっていうのはあるのかな、どうなんだろうね、でも、ね、あの先ほど見せたように緊急って書いてあるんでね、緊急、えー、陥没注意とかって書いてあるので、立ち入り禁止でね、あのそこは一人一人守った方がいいなと僕は感じました。 なのであのー、本当にねあのもう閉鎖になってから文句を言ってしまっても遅いことなので、ね、あいつがやっているからとかちょこっとやってみようかとかそういう気持ちっていうのはやめてちゃんとマナーだけはちょっと守った方がいいかなと思います人は人なのでねあいつはやってるけど謹慎のところでやってるんだってね思って自分はちゃんと守った方がいいと思います本当に危ないんでねあとその釣り場が本当にあのー、自分とか社ちのねそういった 軽はずみな行動でね、あのなくなってしまっても悲しいことなので、はい、守りましょう。はい。で次これ、この今から言うことが一番多いんですよ。このゴミ問題ね。このゴミ問題なんですけど、これね、あのこれずっと最近そのさ、えいろんなええと釣りのネットとかでも多分言われていると思うんですけど、まあゴミが増えたと。 これ昔から言われているじゃないですか。で、やはり、その、一時のことを思ったら、全然きれいになっている。一方で、その、どこがじゃあ釣りのゴミ、問題になっているかって言ったら、これ釣り場ではなくて、ここなんですよ。車を止めているところの付近、例えば草むらとかに、掘ってくやからがおる。これ、めちゃめちゃ多い、今。あのね、釣り場、 はもうめちゃ綺麗なんですよ堤防に行っても「あゴミないやん」とかね「あここもめっちゃ綺麗になっている」っていう釣り場もいっぱいあるんですよもう「あここ前ゴミだらけやったのにすごい綺麗や」と。で車に帰るじゃないですか。その付近見てるとそのパーキングの付近に掘ってあったりとかあるいはこう山積みになってる例えば1人がそこに掘っていくと「あいいんだ」って言って連鎖でバーッて掘っていかれる方が多いですよね。で何が多いかって言ったらね網エビの袋。 これは多い、ね、あのあとはルアーの何て言うんですかこの袋であったりとか袋っていうかあのパッケージねああいうのであったりとかそういうのをこうもうどん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 山積みに掘っていかれる方が多いですなので、えー、せっかくねあの釣り場綺麗いにしたんならそのゴミは家に持って帰りましょう <laughs> とりあえずそのこういったねあの車の付近にパーキングの近くに こっそり、ね、置いてったりとかかあるいは自販機の横とかに、ね、置いていかれる方が多いんですよ。本当に多いんですよでこれはもうその漁師さんとかもちょっとやめてほしいなって言っていたことなのでこれが続くとやっぱり釣り禁止になっていくと思うのでせっかくねあの漁港をきれいにしててもその付近を汚くしてたら意味がないじゃないですか。であの前もあったんですけどお弁当を食べている方がいたんですよおじいさんでね。で、えー ゴミ拾いしているじゃないですか。そうすると、無言でこうやって渡してくるんですよ。うここ言ってね。で、あ、ゴミは、あの、自分で持って帰ってください。言ったら、えやねんか今、兄ちゃんゴミ拾いしとるやねんかそこ入れてくれや、とか、そう、そんな感じで言ってくるんですよ。いや、でも自分の出したゴミぐらいは自分で持って帰りましょうよ、って言っても、なんやとーって怒ってくるんですよあな。なんかね、理不尽でしょ、これ。<laughs> な、なんかなーと思ったけど、まあでもね、このまま、あの、なんて言うんですか。 いや、嫌です、その人のゴミもらえませんって言っていたら、絶対ゴミしていくの分かったんで、まあ、ね、いやいやですけど、こうやってゴミをもうこう持って帰ってきましたなんでそのじいさんの食った面倒の仮装を僕は持ってこなきゃいけないのかとかね、<laughs> いろんな、うーんううううううって腑に落ちないことはあったんだけど、まあ、仕方ないですよね。そういうのも、あの、放置されるよりは、まあ、ましかなと思ったのでね。なので、えー、ちょっと話とれちゃったけど、あの、 ゴミ問題ね、これ釣り場ではなくて、このパーキングの付近とかね、そういうところにも捨てるのはやめましょうと。これもう本当によく見るからね、あの、次、トイレ問題。これね、これで増えてきた。これ何かといえば、あのね、この前の味、うー言っていた時とかに、まあまた動画にもすると思うんですけど、トイレとかを使わないで、海目がけてする人がいるんですよ。海をトイレと勘違いして噴射さす。しかも、 しかもですよ1メーター横ですよよメーータ横ででもう本当にもう公然わいせつですよポロンと出しておじいさんでシャーってもうするわけですよねでトイレをするとそれどうなるかって言ったらそのおじいさんのトイレおじいさんがしたそのまああるじゃないですかそれが潮に乗ってこう流れてくるんですよでそうするとこう左右のどっちかに潮が流れるわけだからこっち こう真ん中でおじいさんがしたらこっちの人が被害こう被ったりとかこっちのあるいは僕が被害をこう被ったりとかねするわけじゃないですかでこうねピーラインとかでしているとまとわりつくんですよ <laughs> なのであのこれちょっともうやめてくれと本当に思うことなんですけど魚とか釣ってきても、まあ、おじいさんらがその,その,そのねえ まあ霊物ですよ。で、その、泡だらけになっているわけですよ。その泡だらけのところに魚が突っ込んでごらんなさいよ。あなた食えますかそれ。食いたくないでしょ。魚も嫌だと思いますよ。で、だなので、えー、このね、あの、トイレだけはね、あの、海にするんではなくて、トイレがあるので、ね、しかも、ちゃんとあるんですよ。100メーター向こうとかにね。だから、注意をするんですよ。おじいさん、ダメですよ。トイレ、トイレあ,イレあそこにありますよって言っても、 いやーもうモタンとね、もうモタン、漏れるって言ってやるんですよ。じゃあもう、トイレをね、尿意がこう来る前に動いたらいいのに、来てから、もう、モタンって言って、ポロっと出して、わーっと知ってしまうっていうね、もうとんでもないですよ、本当に。これがね、ちょいちょい増えてきましたよ。なので、えー、ちゃんとトイレは使いましょうと。網をね、こう入れている漁師さんの目の前で、おトイレをしていて、 もう怒られている方3人見ましたよ僕すっごい怒られてたからねお前こんなとこにするなーって言ってた、ねまあ、確かにそうじゃないですかで結構多いんですよね海でそのトイレを使わずに何、えー、て言うんですかもう漁港の,その海の端っこめがけて噴射している方がなのでこれちょっとね気をつけましょう本当に今回はまあこんな感じで、えー、釣り場で今起きていること やってみましたこの3と4はね本当に増えてきていることなのでちょっとね気をつけてください。はいってことで今回この感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。